の時代ボル52、姉のエリボンこと工藤エリナと妹のアキこと工藤アキナと、はい、息子のスーちゃんです。あれ言わないんですか。はい、皆さん今日も見てくれてありがとうございます。ございます。じゃあ今日はですね、はい、こちらでございます。まるでみかんそのもの、わお、三日日みかんバームクーヘン、やったー、イエーイ。すーちゃん、はい、これは何ですか。みかん。みかん、みかん好きですか。好き好き。すーちゃん、バームクーヘンは食べたことあったかな。食べたことある。ほんと、うん、ほんと。前は何味食べた。バームクーヘン何味食べた。難しいんじゃない。難しい難しかった。普通の味というか、多分プレーンの味じゃない。プレーンの味。プレーンの味、よく分かってるねはい、こちらはですね、はい、ね、静岡県の浜松市、うんうん、浜松市の、はい、株式会社やたろうさんというところで、ね、販売者となっておりまして、静岡、はい、浜松で作ってる。そうだね、静岡みかん有名だからね。そうです、三日日って書いてるからね、うん、そうそう、有名ね。はい、じゃあちょっともうすーちゃんが待ちきれませんので、うん、はい、じゃあちょっとオープンしてみましょうか、まずね。はい、はい、ここね、こうかっこいいんですね、これね、金のね、こちらを開けますよ。はい、ピュッ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 、あ、いいですよ。すーちゃん、ここオープンしてください、開けてください。オープン、オープン、うわー、ちょっと一応どんな感じか。はい、こういう感じですね。こういう感じになっておりまして、どう、すーちゃん、オレンジ色や、透けて見えとる、大きいね。持ってごらん、持ってごらん、どう、すーちゃん、丸まってるね。じゃあこれからちょっとカットしてこようと思います。はい、はい、はい、としてまいりました。綺麗な色、すごいオレンジ。そう、なんか上にこうゼリーみたいなのがこうなんかちょっとプルっと乗ってて、私ちなみにもうこれね、何回も食べたことあって大好きなの。私も美味しいのよ、すっごい大好きなんで、ちょっと今日は楽しみにしております。はい、もう早速もう待てないよね、もう待てなくて待てなくて、何回もまだだよ、待て待て待てって、もう待っちゃうんじゃないんだからみたいな。もう、はい、じゃあすーちゃんいただきます。みんなでしょ、はい、じゃあチャンスよ、せーの、いただきます。すーちゃんどうぞ。すーちゃんはね、多分左利きなんだと思うよ。左でいきました。いいかな、少し長いな、うん、ちょっと待ってね、ちょっと待って、待ってね、ここからね、はい、はーい、うん、どうですか美味しい、うん、美味しい。じゃあ美味しい顔をして、美味しい顔、美味しいよって、美味しいよ、美味しいよ、やった、いただきます。美味しい、ちょっと酸っぱいよね。あ、みかん入ってるからね。うんうん、すーちゃん食べてください。ここのジュレがちょっと酸っぱいんだよね。ここの上がちょっと酸っぱいんだよね。でも美味しいでしょ。そう、でもこの中はバームクーヘン自体は全然そんな酸味がきつくない、美味しいバームクーヘン、しっとりしてて、この酸味がまた甘さを引き出してる。ちょっと酸っぱいよ。そう、この上のね、ジュレね、ここちょっと光ってるところがちょっと、うん、あの、これが美味しいの、酸っぱいだよね。うん、食べる、うんうんうん、もう止まりません、美味しいすーちゃん止まりません。うんうんうん、うん、いいね、大好き、うん、美味しいよね。じゃあちょっと甘々して食べてね。まるでみかんそのものっていうこのキャッチフレーズの通り、うん、本当にこの上に乗ってるみかんが、うん、本物のみかんの味がする、うん、美味しいね。もう大好きな、うん、あの、今日は、うん、一回バームクーヘン
取り上げさせてもらいました。オッケー。結構バームクーヘンってさ、唾液吸収系のパサパサするバームクーヘンもあると思うんだけど、これはね、しっとりしたバームクーヘン、唾液吸収系じゃないバームクーヘン。そうさ、ちょっとさ、唾液吸収系ってさ、よくおっしゃいますけど、ついてない。それ何ですか。でもね、見てくれてる人は分かると思うよ。ついてない方がいいの、ここがいいの、ここがいいの、ついてない方がいいの。そっか、酸っぱいから。酸っぱいから。まだ2歳なんだよね。ちょっと酸っぱいのがちょっと苦手なんだよね。でもね、私的にはこの酸っぱいのがあって、甘さを引き立てててすごく美味しいんです。これあのサービスエリアとかも売ってるので、ぜひ見かけたら買ってみてください。はい、ぜひ食べる。飲めるね。待って。はい、じゃあ引き続き、はい、ルーちゃんは食べるということで、なんかただ食べてる動画になってますね。あ、美味しかった。よかったね。出てます。このジュレのとこじゃエビも後でいただきましょう。でね、はい、はい、ということで、はい、どうもごちそうさまでした。美味しかった。はい、じゃあまた次回。はい、何か食べるね。食べましょう。スーちゃんがね、もう食べる食べる言ってるので、その食べる配信にもスーちゃんは出たいと言ってるので、次回ももしかしたら ね、出るかもしれません。はい。はい、ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。スーちゃんもバイバイ。バイバイ。食べる。